こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は丸亀製麺さんから満を持した新メニューが登場しているということで食べに来ましたし、そういう自分でありたいと思っております。ありがとうございます。もう丸亀製麺さんに来ちゃうとね、この外観の時点でテンション上がっちゃうんですけれども、今日のメニューはこちらになりますね。はい、来ました。牛肉平丈しぐれ煮ぶっかけ。平丈が宙を舞ってますから、もう飛ぶほどうまいってことでしょうね。さあ、やってまいりました。こちら牛肉平丈しぐれ煮ぶっかけ640円でございますが、濃そうだね。すんごい濃そう。これ俳優だったらテルマエの前に出れるレベルで濃いですよね。で、今回はこちらのタコみたいな形のナスも取ってまいりました。で、トッピングのネギももちろん取ってきましたね。いただきます。はい、うわあ、甘くて味が濃そうですね、やっぱり。はい、じゃあもういきなりいっちゃいましょう。お肉と掴んじゃいましょう。はいはいはい。で、丸亀製麺さんの麺といえばやっぱ長いんですよね。こう全然途切れない、全然途切れない。やっと。で、結局戻してから、おいしい。濃くて甘辛い。うどんは今回冷たいので注文したんですけれども、こちらの今焼いたお肉によってちょうどいい温度になってるっていうイメージですかね。では今度はもうこちらもう込みで全部で吸っていきましょう。こうですね。めちゃめちゃうまい。この平丈もやっぱり肉厚でクリュンっていう食感と香りがいいよね。だから風味が増します。相当味はもうジャンキーかというくらい濃いので、一回このネギによってさっぱりさせる手もあるんですけれども、むしろもっとジャンキーにしちゃうっていう手もある気がしてきましたが、まずはネギでいきましょう。これね、うん、おいしい。お茄子も投入していきましょう。もう絶対だよ。これ沈めたら沈めたらこれもうニヤニヤするしかないじゃん。これ染み込ませた先の美味しそうな感じ。はい、これは正解だ。これ今回のメニューはっきり言ってナスがベストマッチな気がします。ジュワッと出てくるナスのお味とこの濃いすき焼きスープみたいな甘辛いやつとの相性抜群で、やっぱりこのおつゆと天かすの相性も最高。やっぱナスは秋が美味しいなんて言いますが、これに関しましては全然秋が来ない味。そんで今食べてましたらすんごい外がゴロゴロ雷になってるんですけども、大丈夫でしょうか。鳥もすごい逃げていったよ。外雷、中しぐれ、何でしょうこの状況。ネギもちゃんとがっつり入れて、天かすもちょっとバッといっちゃいましょう。ああ、これ出ました、最終形態。これも絶対だ、うん、ごちそうさまでした。というわけで今回の牛肉平丈しぐれ煮ぶっかけなんですけれども、この出汁が濃くて食べ終わった後のこの箸の先すら美味しいんじゃないかなっていうくらいのお味でございましたっていうのがいいんだ。それはいいんだ。それはいいとして、また変なコメント来てんだ。だから紹介しますけれども、ラック4-7さんからのコメント。割り箸とかけて天津飯と解きます。その心はどちらもビアガーデンでしょう。めちゃくちゃだな。